はい、どうもこんにちは、ピアスのゆいとのんです。今回ですね、日本版に一等公開誌が追加されたので遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。で、この間ね、ちょっと前にその中国版で実装されたみたいな動画上げたんだけど、うん、まあ、それがあまりにも強すぎて、早速この日本版に追加されたタイミングで下方修正が来ました。いやまああれはね、明らかに強かったから、まあまあまた妥当かなと思うし、使おうと思ったもん。やっぱり、本当に強かった。まあでも修正されても全然その何が変わったかって言ったら、その前はこのアイテムの効果時間が1回あたり30秒だったのが20秒に変更されました。まあでも全然20秒もあったら全然強いからね。そうやね、合計まあマイナス20秒になっちゃうってことよね。でも、まあでも安全20秒ね、逃げ切ったらハンター来た枠も全然いいかなとは思うけどね。間違いない。ボディパス使って結構加速してんな。いや、20秒間ほとんど空振りするって考えると本当に強いよね。まあ強いからね、今そこで2、3本クモ糸使った。3本今クモ糸を腐らせてるからね。さあ、こっち、あそこの方にいたのか。オッケーオッケー、いいよいいよ。オッケーオッケー、空振ってるね。今多分4本ぐらいもう使ってくれてる。やばいいぞ。楽しそう、チェイスが。いや、めっちゃ楽しい。もうね、もう永遠とステッキ使ってるみたいな感じ、でこっち行くフェイントかけといて、あ、騙されて騙されてる。で、これでまた雲いて無駄になった。いいな、うちまだ一等公開誌買ってもないよね、多分。あ、そうなんだ。いや、買いたい、本当に。あ、そっか、これのガチャ回すなんか。ああ、いるいるいる。そう、うち多分あんまりガチャ回してないし。あれか、今石像の方にハンター行ったかも。オッケーオッケーオッケー。まあいいか。え、なんかね、あの男の子のキャラはね、あのなかなか使わん習性があって、でも一等公開誌は使いたいなってなった。多分このキャラがめっちゃ強くなって、本当にチェイスの今みたいな感じでできるし、救助も全然いけちゃうし、こうなってきたら多分傭兵と多分役割が被ってきて、どっちを使うかみたいな話になってくるんじゃないかなと思うけど、ね、そうやね、間違いない。比べる点で言ったら、あと一等航海士は解読 20% 遅い代わりにロケットチェアの耐久が 20%、長いよって感じで、傭兵は、解読が 25% 遅い代わりに、耐久が 30% あるよっていう感じのキャラクターだから、まあそれをどう取るかって感じ。まあ難しいね。あとはその傭兵にしかないデメリットって言ったら、その戦後後遺症、殴られるごとに 20% 治療が遅くなっていくとかはあるけど、まあ、一等公開者はそれがないから。まあけど3回殴られるよね。そうそうそう、その傭兵はね、それに一等公開者こうやってチェイスで全部使っちゃったら、次の救助行くのが結構厳しくなるんだよね。 そうや、それ考えたらやっぱり救助面とか、その試合の長さもう、なんかいろんな、なんかぐだるっていうか、そのうまいことハンターに全体服をかけられた時には傭兵の方が強いかなって感じはする。まあ総合的なあれだったらやっぱ傭兵の方が強いのかなって感じはするけど、まあ確かに、うん、けどまあ救助が確実に上手くなってるのは一度公開しかなっていう。しかもやっぱりこのワンチャン持ってくれるんだよね、今みたいな感じで。ああ確かに、だからそれが結構よくて、試合の中でもあったよね、何回かね。あ、そうで、今石がダウンする。これ俺救助行こうかな。オッケーで、やっぱそのあれかな、俺が一番思うのはやっぱりその差別化するんじゃなくて一緒に使うのがいいかなと思うけどね。傭兵と一等公開士も両方パーティーに入れちゃうみたいな。でもさ、空軍よりうちいいと思うよ。全然空軍よりいいと思う。最近あんま空軍見るけど前ほどではない気がする。やっぱチェイス面がちょっと苦しいよね。そう、全然銃一発じゃね、どうしても難しいところあるけんね。なんだかんだもう暗号機残り1個か。やっぱ救助できるキャラがおるっていうのはね、めちゃめちゃ安定するけんね。やべ、ごめん、さすがにこれは死ぬかもしれない。うち、言っとるけん、本体で。感謝で遅くなり、3個すく、やばい、ケバブさせるしかない。よしナイス、ケバブ。はい、救助、危ねー。OK、ナイス。いや、もうこれつけるわ。つける？もうちょい、もうちょい。ミリ。もう全部雲糸回収して、逃げとくわ。待って、もうちょい。リシちゃんが、もういける、いける。もういける、いける。もうつけるんだ、つけるんだ。ナイス、ナイス、OK。医師の消炎給油でガンガン距離離してたから全然痛いタイミングだったわ。いや、これ正面の方来てる。ロボチェイスかな。オッケー、それはありがたい。あ、なんかね、めちゃめちゃ感謝設置してるわ。2個ぐらい置いたな、あれは多分。ただ2個置いたってことは、もう裏向きカードがあったとしても、そうやね、そう、瞬間移動できないから、今のうちに反対側ハンターも行ってそんな感じするな、あれ。一応ロボだけこっち置いとくわ。あ、医師ちゃんさすが。うちがさ、クラス待っとったけんさ、いっちゃんが回復ミリだけ残しといて、うちにどうぞって。優しいプロだな、それプロやわ、これは。でも向こう側の今正面おるよ、ハンターさん。なんかあっち側の小屋も空きそうな感じらしいわ。オッケーそっちに向かっとるね、全速力で。あ、マジで2人は出れそうな感じ。意思は分からん、こっちにね、うちら2人ともおるんよね。あ、ハンター来た。そっち側でも今回さ、衣装めちゃめちゃ可愛くない、みんな。めっちゃ可愛い。庭師もね、幽霊衣装、かわいいし、石も赤ずきん、石もあの青いね、めちゃめちゃかわいいやつで、
多分今から多分全速力で正面向かうんじゃないかな。あ、オッケー。ハッチここにあるけどまだ出れんよな。うん、多分今から開ける感じ。うち大回りしてそっち行くわ。うん、オッケー。うん、そしたら確率かな。俺バグっててさ、なんか全員監視者に発見されてる状態のなんかマークついてる。マジ？監視者ないよね。ないない、うちない、うちない。どこに行ってもみんな監視者に発見されてるんだけど。やば、怖っ。あ、正面開いた。あれ？正面行ってないわ。ってこと小屋まだいる。あ、じゃあうち死んじゃうかもな。まあいいよね、別に。リスちゃん出たし。全然でも信用せんな。どこ行ったやろ。これはどっか行方不明になりましたね。ハンターも逃げたかもしれんな。あ、逃げたかもしれない。まあこんな感じで1戦目使っていました、さあ2戦目やっていきましょう。やっていきましょう。ホワイトサンド精神病院。うん、なんかもう1回は絶対あるようなマップ。もうねー、まあ、あれですね、本当に永眠町とホワイトサンドのラッシュなんですよ、悲しいことに。まあでもまあ普段ね、あんまり見んかなってことで、うんうん、まあ、確かにですね、新吉で俺かな、多分中央の広場で信用がしてる。いや、うちもする。え、うちの方やな。嘘、マジで。え、そっち折れる。めちゃめちゃ信用してくる。え、ハンター何やったん。分からん。おー、いた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 。無情無情。あー、無情。オッケーオッケーオッケー。この距離で見つかっても多分なんとかなっちゃうのが一等公開して。強いな、それは。逃げてけ逃げてけ。やべ、これ読まれたか。大丈夫。さすがにね、やっぱ 板とか窓を乗り越えとかしちゃうと、その音とかで分かっちゃうから。まあそうやね。そう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 。であと自分がハンターやってた時思ったんだけど、いかにアイテム使ってても、うん、その声でやっぱり多少の居場所は分かっちゃうから。はいはいはい、はい、できるだけこれでチェイスするんだったら、やっぱり負傷状態じゃない時に使うのがいいと思います。なるほどね。飛びそうな感じか。飛び。うち真ん中やるわ、ここ。あ、マジで。うん、オッケー。あ、一緒にやる？いや、別のとこ行くか。いや、奥はもうやっとるよ、みんな。あ、マジで？うん、こっちの奥絶対多分1個あると思う。いや、多分ジルジルさんおると思う。あ、マジで？うん。オッケー、じゃあどうしようかな。別のオフェンスの方行こうかな。そうやね、向こう側。うん、そしたら救助も行きやすいしね。さあ、どうしようかな。多分オフェンスだから多分もうちょっとは持つ気がするな。そうやね、うん、どうやろう。ラグビーボールを駆使して。で、ね、このね、あの、懐中時計の強いとこが、監視者とかにも全然反応しなくなるのね。え、あ、そうなんや。 それが本当に強いんだよね。あ、そっか、職種もあれやもんね、関係ないもんね、うん、そう、で、一番かわいそうなのは、その芸者がそのアイテム使うと、もう一切切断できなくなります。そうなんや。そう、後ろ向いてなくても常にあの顔を向いてる状態になります。はい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 。あ、やらなかった。じゃあこれ行こうかな。オッケーオッケー。え、それ強くない？そう、なんか芸者使いの人は本当にきついと思う、一等公開し。はぁ、なるほど。傭兵の方がまだ追いやすいんじゃないかなっていうぐらいだと思う。でもやっぱりさ、無傷救助めっちゃしやすいもんね。めっちゃしやすい、本当にしやすい。当てれたら奇跡みたいなところあるもんね、ハンター側さんからしたら。さあ、これは監視者だから多分、え、もがけたんかい。もがけた？あれか、多分あそこの結構椅子の遠い場所で死んだんじゃないかな。すごっ。いや、このマップそれ考えると本当にヤバいよね。うん、多分あのオフェンス戦争の意思振ってるんじゃないかな。いやと思うわ。あっち側マジで椅子ないからな。かわいそうにハンターさん。じゃあここを引き続き回そうかな。今オルガンの部屋、ピアノの部屋を回してるわ。オッケーオッケー。うち本体そっち向かうわ。多分ゆい救助行かない関係に。まあ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 、よしよしよし。無情だから。え、でももしさ、あのランク戦におったらさ、困る。うちの情使いとしては、いや、ね、2回今日当たったんだけど、うん、1回目ファーストチェイスで、うん、もうあの完全、うん、まあその辺いるだろうなって読み、うん、読みで1回潰せて、うん、で普通にファーストチェイス勝てて、うん、まあ、それだったら全然いいんだけど、うん、まあ、それが当たらなかったら本当にきついなって感じ。あー、なるほどね。そうそうそう、もう本当に運よく当てたって感じ。当てたって感じかな。もう頑張ってそこら辺いるかなっていう読み、それがミスったら本当にきつい。いやー、めっちゃ翻弄されるよね。救助もあったんだけど、救助も本当に今大体本当1秒後から1秒後に、まあ、いるだろうっていうのを予測してやるんだけど、うん、それもなかなか難しくて、うん、で救助も普通に無傷救助されて。あ、やっぱそうなんや。あ、強いね、それ考えても一等公開し。監視か。監視だ。監視入る前に使っとけばよかったな。そしたらもう全然分かんなかったのに。うん、でも救助できるでしょ、多分、うん、多分大丈夫だと思う。ケモスンダメスンダメスは。もうその日いないぞ。え、危ねえ。オッケーオッケーオッケー。ナイス救助。よしよしよし。しかもさ、傭兵にはないさ、ワンチャンガリアン見失うっていう。うん、それも強いよね。そう、まあでもただその傭兵と違って、その救助した後にその傭兵の肘当てで加速して逃げるっていうのがないから。あ、まあそうか、ダブルダウンはしやすくなっちゃうんかな、まあ、そう考えた。そうそうそう、一撃食らっちゃったらその救助前にね、まあ、なかなかそれをやられやすいかなって感じはするけど。でもやっぱそれやったらさ、差別化はめっちゃできてないよ、傭兵と一等公開して。似てるけど全然違うんだよね。うん、だからそういう面ではいいね。もう本当に好きな相性が合う方を使えばいいってことやもんね。うんうん、本当にそう思う。いや、うちどうやろうな、肘当て結構練習してもやっぱ下手やけん、一等公開して使ってみたいなっていう気もするし。まあ傭兵って本当難しいもんね。でも逆に言ったら、おお、ナイス、ナイス、うん、ワンチャン
なんていうの、追われる可能性あるよね。傭兵って追われんやん。追われないね、あんまり。うん、そこの部分は、うんうんうん、もしチェイスが上手いんやったら、うんうん、余計いった子が刺さるかもね。うん、確かに確かに。いや、面白い。面白い、とても面白い。マジで面白い、このキャラは。うん。これもこっち側、飽きそう。あ、ロボやってない。あ、うちゃん、怖く。うん。じゃこれ出たらいい感じかな。いい感じ。でもただ、うんうん、誰だったっけ、呪術師さんが、呪術師はまだ来てないからな。そうやね、反対側行っとるかな多分。あ、なるほどね。うん、それは大変だ。まあこんな感じでね。まあ今回は強化後の一等航海士を使ってみました。よかったら皆さんも使ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。